山がね吹き飛んでね。はい、あだったらのですねロープウェイの駐車場にいます。今日はね3人で、あだったら山登っていこうと思います。はい、はい、チーズ。はい、はい、こんな感じ。あーすごい。いやー気持ちいいね。全く別世界だよ。ロープウェイ駅を出発です。じゃあ薬師岳寄ってから、山頂行きます。はい、じゃあ最初ね薬師岳を寄ってきます。ここで有名な人記念写真を撮ってきます。はい、薬師岳です。もう着いちゃった。この上の空が本当の空ですって言って、これ知恵子賞のね有名な日だよこれ。3,2,1ピース。はい、ここが今日の第1座目。薬師岳、これ薬師岳。あ、いいです。いや、はい、8時46分、木道に合流しましたんで山頂を目指したいと思います。焼けた。暑かった。暑かったね。綺麗だね。青と緑で。こっから見る紅葉がねもう抜群なんでね。はい、ここで休憩。でここで休憩しましょう。下ろした方がいいの？うん、この辺。これ食べてみて。あ、しょっぱいかなんか。味見て。はい、9時23分ね。はい、休憩からまた山頂に向かいます。おお
はい、頂上はすぐそこ。はい、10時28分ですね。じゃあアタックに行きます。滑りやすいからね。一段上がって右足かけて、右足かけて、あとはこれでいく。よいよいしょ。はい、よいしょ。はい、じゃあこっち回るよ。はい、はい、着いた。写真撮るとき流行ってる通りとかない？いや、わかんないですね。なんだろう。よし。はい、着いた。高いわ。いや、いい眺めだな。どうですか、気分は。いいですか。もうすっきりです。言うことありません。お母さん、あれが蜘蛛の体だ。ほら、場所が違うでしょ、色が。あそこ泳いでて、うわ、パンパン、パンパンね。笑っちゃうくらいに。はい、豚汁。レギお父さん、うん、それで箸はないでしょ。箸ありますね。うん、なんかこの洋館のスプーン持ってきたってさ、うんうん、はいよ、はい、さん、あの、ね、美味しいな。これはね、うまい。さっきの上の方だからレモンはかなり、美味しい、はい、ご飯食べ終わりましたんで、これからね、はい、爆裂火口の沼の平まで行きたいと思います。往復大体30分ぐらいですね。馬乗せを通っていきます。風はね、もうないに等しいね、この辺だとすると。ここはね、本当ね、風強い時は、
歩行禁止なんだよ、飛ばされちゃうから。はい、沼の平のね、爆裂火口が見えてきました。いやー、俺も4年ぶりかな。うん、素晴らしい。でもね、今日は風がないから、その時はもうこんなで吹き飛ばされるかと思ったけど。これです。すごいっしょ。何これ。いやすごい。何これ。何これ。ここからね、山がね、吹き飛んでね、爆裂火口。これが爆裂火口。確かにすごいでしょ。初めて見た。あのね、ど真ん中は毒ガスの巣でね、動物も歩いていくとポコロッと死んじゃう。へえ、何これ。何これってしか言いようないよね。すごい。いやー、なんだいこれ。はい、沼の平です。はい、じゃあ今11時35分ですね、沼の平の爆裂火口を見て、まあ今日の一通り予定は終了なんで、出発地点に戻ろうと思います。うん、ただね、あの帰りは集中してないと怪我するんで、まあゆっくり確実に降りたいと思います。ちょうどね、曇ってきちゃったね、ガスってきちゃった。うん、で風もね、だいぶ出てきたんで、今ぐらいから降りるのがちょうどいいと思います。ではでは。13時ですね。ロープウェイ戻ってきました。いやー、楽だよ。楽だよ。大変だったけど、よかった。よかった。ほら。わー。本当だ。落ちるようだね。はい、今日はね、お母さんが水羊羹を用意してきたんで、すごいよ、この状況で水羊羹。いただきます。うん、冷たくて美味しい。ね、まだ冷たくて美味しい。あんまり甘くないし、ね、ね、出てもおかしくないでしょ。うん、おかしくない。うん、はい、ふもとの駅降りてきました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。